闇の儀式柵続き道を灰色のアスファルトが波を打っているような日ざりの国道を外れて茶色く埃っぽい石ころ道が狭くなると坂宮がジープを選んできた理由がよく分かった石ころ混じりの泥道はかなり車が通るせいか真ん中だけが小高く残って両端が低くなっている。 おまけに低くなったところの石はタイヤに跳ね散らされるが三角形の頂点の方は重なり合って残っているうっかり腰の低い外車なんぞで来ようものなら石の尖った稜線に下っ腹を切り裂かれて立ち往生してしまったろうさらに左右の人家がなくなって雑木林の緑の濃い中を登り始めた道もあるのかないのか安全としなくなってくると 無害のジープはますますす活気づいた。ところがまだ都心の延長といった感じの道路をイダケ高カなトラックやきれいごとのスポーツカーに混じってのしていた時にはえに入っていた女たちがせっかくジープらしい走り方になってきたのに弱音を吐き始めた無骨なシートにお尻を突き上げられるのが耐えきれなくなったらしい。 サンドバギーに乗ってみたいって言ってたのはどなたでしたっけね皮下脂肪のない俺のこのありさまを見たら文句なんざ言えないはずだぜ森本はじめが言ったバックシートの私と香田邦子の間で森本はシートの背もたれにコットンのパンツの尻を乗せているのだから一番痛めつけられていたことは確かだっただって ここにはエメラルド色の水しぶきも目にしみるような白い砂浜もないんですもの土ぼこりじゃあ生かさないわ背中や腕に入って汗でネトネトしてるのよハンドルを操っている坂宮の隣から成瀬美和が大きな紫のサングラスを振り返らせると邦子も森本の長い顔を仰いでそれにその格好強制されたわけじゃないじゃない少しは窮屈かもしれないけどさ 三人並んで座れないほどあたしのヒップ大きくないわよさあさあ退屈しのぎの口喧嘩もおしまいだぞいい塩梅にまだ明るいや君たちがみんな集合時間に遅れたんで着くのが夜になっちまいやしないかと心配だったんだが坂宮慎一が元気よく行ったと思うと急に暗い森が開けて目の前に和洋折衷の頑丈な二階屋が見えた 玄関へ上がる石段の脇にジープがついてエンジンが止まると同時に私は耳が聞こえなくなったような気がした午後も遅い奥多摩の山懐はそれほど静かだったのだ美和も同じ思いをしたらしいオレンジ色のスラックスのお尻のシワを両の手のひらでこすりながらユーうリグモを振りあおいで「これでも東京都内なのね」と神妙につぶやいた 小笠原島も大島も東京都内だからねもっと近くにこういう雑音に侵されないところがあっても不思議はないさもっとも今雑音が5人の人間の姿を借りて侵入したわけだけれど坂宮早く玄関を開けてくれと荷物を降ろしにかかる森本に邦子が小声でどうしてあの人のお父さん ここんなところに別荘を建てたのかしらさあ俺もここへ連れてこられたのは初めてなんだ首を振る森本に代わってお父さんじゃなくておじさんだよ建てたのはと私は説明してやった職業軍人だったんだが学者肌の人でねいわゆる別荘地でないところに隠居して何か研究でもしたかったんだろう敗戦後間もなく亡くなった奥さんが 戦争中この山の下辺りに疎開していたそうだからそれもここを選んだ理由なのかもしれないな <noise> 屋内に入ると空気のよどんだ薄暗い広間に私たちを置いて坂宮一人が大きな懐中電灯を片手にせわしく歩き回った最後に広間へ戻った時には電灯の代わりに火のついた古風なランプを二つ 左右の手に捧げていて明るいうちに着きたかったのはこのせいなんだ急だったんで管理人に連絡しとかなかったから電気がつかないんだよああでもプロパンガスがあるから風呂もすぐ沸くし台所も使える飯の支度とホコリを洗い落とすのと交代で片付けようあれコックは森本さんが一手に引き受けてくれるんじゃないの 紫のトンボの目玉を外しながら美和が言った森本の父親はレストランを4軒経営している坂宮と一緒に大学を出てから森本は父の仕事を手伝っていて普段食い物にかけては口うるさいのだけれども同じく父親の経営する貿易会社で英語の文章を真面目に翻訳している坂宮と違って本音は遊び半分なのだから誰がそんなこと言ったんだい 親父んとこじゃ俺は経理担当なんだぜ森本は慌てて長い顔と右手を振った交代でも何でもいいから早いところ取り掛かろうよあたしおへそがもう背中に出ちゃいそうなの邦子が頓うな声を上げた結局料理の複雑な部分はやはり女性に任せたいというわけでまず男たちが台所に入り女たちが風呂場に行くことになったが 松浦さんはここに残って暖炉に火を焚いてくれませんか夏なお寒きあたりだから夜が更けるにつれて火が恋しくなりますよ。と坂宮が言ったのは年長の私へのささやかな敬意だったに違いない霧が流れ込み始めた窓を閉じれば夏の終わりの屋内はまだ寒いというほどではなかった薪箱から抱え出した薪をほんのご愛嬌に配置して火をつけ終わると。 私は絨毯の上にあぐらをかいたランプの乏しい光のせいだけではなくそこらに埃が目立たないのは森を出はずれた山裾にある農家にこの別荘の管理を頼んであるので1週間に1度ぐらいおかみさんが掃除に来るのだろう私はすぐまた床から立ち上がった暖炉の上に油絵が1枚かかっているのに気がついてそれに興味を惹かれたからだ荒れ模様の空の下に 1一軒の2階屋が黒々と立っていてそこから走り出てきたらしい女が一人白衣を風になびかせながら戸口の方を振り返っているアメリカで近頃フェミニンゴジックと悪口を言われながらもペーパーバックスでかなり出ているロマンティックスリラーの表紙みたいな絵柄だけれど全体にゆがんだようなちょっと文句を思わせる描き方のせいで続悪にはなっていないことに地平線に残った空の色が いやいやながら稲妻がそこで製造されているみたいなすさまじく物悲しい青白さで私は妙に心を惹かれた白衣の女の顔はただ無表情に青いだけだが体全体に恐怖が現れていたそれも生優しい恐怖ではない何を怖がっているのだろう私はそれが知りたくなったそうした気持ちを起こさせる反面ひどく稚拙なところもあって 職業画家の作品ではなさそうだランプを炉棚に置いて近くで見ると画面の右下隅に V の字を震えさせたようなサインがあった日本人なら頭文字が V ということはない私が風呂から上がって食材を片手に戻ってみると暖炉の火は盛大になっていた炎を囲んだ坂宮と森本は 白のショートパンツで上半身は裸美和も黄色いショートパンツにペルシャ模様のシャツブラウスの両裾をみぞおちで結んで縦に深いおへそを覗かせているクニコと着てはプールかなんか歩きで持ってきたものだろう大きなロリポップを2つ押し付けたみたいなブラとサイケデリックな彩りのスキャンティーというビキニの水着で大あぐらをかいたモモの間に晩飯の皿を置いていた他の3人も それぞれぞ皿を抱え込んでいてランプだけよりこの方が陽気だってことになったんですが松浦さんも身軽になりませんかおまけに申し訳ない女性たちが待ちきれないってんで食べ始めています坂宮が声をかけてきた私はろうそくを吹き消してから広間の隅のテーブルの上に無骨な鉄製の食材を置いたテーブルには人数だけの食材が 太くく短いろうそくを立ててて並べてある最初に風呂場へ駆け出した美和が廊下へ出た途端に派手に転んだので慌てて用意したものだった何しろ広間の戸口から34段階段を下りると廊下で次に曲がり角で階段を56段上がって突き当たりをまた56段下りたところが風呂場の戸口なのだそれくらいこの建物は階段だらけで広間にしても床が高くなったり低くなったりしている ことに暖炉の前は半円形に三段くぼんで今のようにくつろぐにはもってこいの構造だが変わっていることは確かだった君のおじさんは階段が好きだったらしいねお化けの話の階段じゃないよ上がったり下りたりする方だ上半身だけ裸になって4人の間に割り込みながら私は坂宮に聞いた老化を防ぐには足を鍛えるのが一番だしかし 早々出歩きたくはないとなると階段を上がり下りするのがいいだろうそんな論理でこういう妙な家を作ったんだそうですよ皿とグラスをよこしながら坂宮は行った森本は横合いから私のグラスに酒瓶を傾けて地下室で見つけたんですがね行けますよこの酒どこのだかわかんないんだけど瓶は汚れて洋肘色のラベルも半分ちぎれていたし 残った部分に印刷してある横文字も私には馴染みのない国のものだったこれポーランド語じゃありませんかそれともノルウェーあたりかな坂宮が言ったラベルの文字とグラスの透明な酒を見比べて私が首をかしげていると森本は自分のグラスが空いたのを手酌で満たしながら「北欧の酒って一体に強いんじゃないか?」 こりゃ、口当たりが良すぎるよ。レストラン経営に携わる身としては、不勉強、お恥ずかしいことだけど、ワイン、ウォッカ、ジン、ウィスキーぐらいしか、下の記憶がないんでね。俺にはなんだかわからないが。私もご同様だが、口当たりはまさに良かった。クニコなどは、まるで水のように飲んでいる。坂宮は新しい一本の瓶口に、コークスクリューをねじ込みながら、 まだ地下室にはたくさんあるから遠慮なくやってくださいよ松浦さん自然の日っていいもんね独り言のように美和が言って細長いベーコンの一切れを器用にフォークに巻きつけながら古代の人間になって洞窟で暮らしてるみたいな気がしない古代の人間なんて俺はごめんだねスプーンに山とすくったピラフを頬張ったまま はじめが不明瞭な声で考えてみろよいつ恐竜が細長い首をニューッと突っ込んでくるかわからないんだぜ日本の怪獣映画に出てくるやつみたいに愛嬌のあるのとは違うんだからな本物は恐竜といえばいやただ四つ足という関係しかないんだけどここには犬がいるのかいふと思い出して私が聞くと坂宮は首を振って いませんよ誰もいない時の方が多いんだから帰るはずがないじゃありませんか管理人の家で飼ってるのが遊びに来てたのかな風呂場の脱衣所にいた時に階段に足音が聞こえたような気がするんだダックスフントかなんかみたいなヨタヨタした感じだったが私も聞いたわ口を出したのはクニコだったミワの顔を覗き込むようにして 体を拭きながら私、そう言ったじゃない森本さんか坂宮さんろうそくを消しちゃって階段を張って歩いているのかしらってあんたはまだお風呂の中だったけどあなたがそう言ったのは覚えてるわよでも足音は聞こえなかったわ美和は首を横に振った坂宮は2本指で顎の先をつまみながらそりゃあ犬じゃなくて狐かタヌキが迷い込んだんだなきっと あるいはイタチかもしれないけどやだそんなのいるのこの辺に邦子が大げさな声を上げた酔いが回ってきたせいか私も口が軽くなっているだろうね10年ぐらい前には練馬あたりでもまだいたんだから学生時代に練馬に下宿していたんだがねアルバイトで遅く帰ってきて雑木林があるんだそこを抜けて近道してたら すごく光る目玉が二つずーっと低いところを走ってった犬や猫じゃ絶対にないんだ下宿のおばさんに話したらイタチだって前を横切られたんなら悪いことの起こる前兆だから気をつけろと言われたけど狐かタヌキだったかもしれないよ後ろを振り返れなくなっちゃったじゃないの恨めしそうにクニコが言った確かに広間の隅の方はそうしたものがいたら 目だだけが光っって見えそうな暗さだった見かけによらず、しおらしいことを言ったね、君は。森本がクニコのグラスに酒をついでやりながら。大丈夫だよ。ここへ入ってきても、狐だったら襟巻きにしてやるし、タヌキだったらタヌキ汁にしてやるさ。ねえ、しんちさん、私さっきから気になってるんだけど、この絵 ミワが坂宮に呼びかけたのでコリの話は立ち消えになった成瀬美和はよいのうかがえる間延びした声で「ここの家じゃないのこの絵のこの家はそうこの絵のこの家はここのこの家をここで描いたもんだよよくわかったね」ミワの口調をまねて坂宮が答えた 誰が書いたのおじが書いたのさ。すると、この女の人は奥さんおばば戦争が終わって間もなく死んじまったよ。この家はまだ建ってなかった。そうすると、誰なのよ。そりゃあ、まあ、教えてもいいけど。わかった。彼女なんでしょう。 勢い込んで邦子が言った坂宮は曖昧にうなずいてそう言えないこともないがもったいぶらないで教えなよ甲田邦子の口調はただでさえ乱暴なのが今やだだっ子並みになっていた君がまた怖がるといけないからな坂宮の言い方はいかにも思わせぶりだった邦子はあっけないくらいそいつに乗せられて 大きく首を振った花弁の一つ一つが違うカラーセンスを持ったひまわりみたいな派手なブラジャーで押さえたちぶさも一緒に揺さぶりながらじゃあ話そうかこの絵の女はね名前は伏せとっけれどおじの秘書みたいなことをしていた人なんだ僕は一度しか会ってないが二十三子だったんじゃないかなもちろんおじとは親子ほども年が違ってた だっった、たというと、う死んじゃったのこの人もミワが聞いたいや行方不明になったんだよ表向きはね裏向きの話を初めて他人にするわけなんだからいいかいやたらによそへ行って喋ってもらっちゃ困るよ実を言うとねこの女の秘書としての役目は若い男や子供をここへ連れ込むことだったんだ 文字には不幸な趣味があってねいや趣味なんて生優しいもんじゃない悪癖というかもっとひどいな戦争の悲劇だよ戦争のせいなんだ本当にうつむいて坂宮は言葉を休めた誰も口を出すものはないその時遠くで音がした さっっきのの足音と同じものだったただ今度ははっきり犬ではなさそうだと分かった私がみんなの注意を引こうとした途端に坂宮は話を続け始めて「叔父は対戦末期にフィリピンにいたんだ日本軍は総崩れで将校も兵隊もない敗走の最中に異常なことが起こったその地獄ぶりを僕がいくら説明したって実感はわかないに決まってる」 だから、端的に言うよ。死んだ仲間の肉を食ったんだしかも叔父にとって一番不幸だったのはそれがうまかったことだつまり日本へ帰ってきて生活が落ち着いてからまた人間の肉が食いたくなったんだよ美和と久邦子が息を呑んだ私は思わず足音のことを忘れてうつむいた おじがこの別荘を建てたのは人目を避けて人間の肉を食う場所が欲しかったからなんだこの女はおじに同情して食料を集める係を買って出たんだよひょっとするとこの女にもおじと同じ趣味があったのかもしれない八王子や立川辺りの行かれた若いのを色仕掛けてここへ連れ込んだり子供をさらってきたりしていたんだ人間の肉って。 美味しいししのかしら、そんなに邦子が言った森本は顔をしかめてよせよ食べてみたいなんて言い出すんじゃないだろうな言うことはできても実際に食うことはなかなかできないよ良識ってやつが邪魔をするからね坂宮真一は厳粛に首を振って叔父もずいぶん悩んだらしいけれどどうしてもやめられなかった そこでとうとう人間の肉を食うのをやめないでしかも悩まないで済む方法を考え出したんだどうしたと思う坂宮はグラスの酒を喉に流し込みながら目だけ動かしてみんなを見回した私たちは飲み続けていて空になった酒瓶が何本も倒れていたフィリピンで倒れた兵士たちのようにわからないわもったいぶらないで教えてよ 美和が首を振りながら両手を後ろにつくとその手に押された酒瓶の一本が床を転がって別の一本にぶつかった二本の空瓶は冴えた音を立ててそれはまるで酒宮のショッキングな言葉にきっかけをつけるシンバルの一打のように響き渡った悪魔に帰依したんだよ叔父は。 私がうつむいていたのはショックを受けたせいではない笑いをこらえていたのだ私は大学の先輩というだけでなく坂宮を子供の頃から知っている同じ町内に私が大学へ入る頃まで住んでいたからだと言っても向こうは崖上の屋敷こちらは崖下の長屋にだが従って坂宮の叔父のこともいくらか知っているけれど大戦末期には内地チキンまでフィリピンにいたことはない 坂宮の話は全部口から出任せで暖炉の火とランプの光だけの雰囲気を利用して美和と邦子を怖がらせようといういたずらだった坂宮はランプを片手に立ち上がると暖炉の上の額に差しつけて「ここにあるサインを見ろよ V の字みたいなのが書いてあるだろうそれはヤギの顔を略画にしたものなんだヤギってのは悪魔の象徴なんだよ」 叔父はこの広間に悪魔を呼び出して励ましてもらっていたんだ本当？ト邦子が身を乗り出したほんとさおじは詳しい記録を残している僕はそいつを丹念に読んだんだ悪魔学には興味があるからね僕もそれじゃあ悪魔を呼び出す儀式のやり方知ってるわけねあんた知ってるとも すごいもんだぜ坂宮が顔をしかめて見せると美子は目を輝かしてねえここでやってみない本当に悪魔が出てくるぞしばらくぶりで出たがってるだろうからそりゃ出なくちゃ面白くないわよ出たってたかが知れてるじゃない悪魔なんてでも生贄がいるんだよ人間の生贄にって 殺すの本当は赤ん坊を殺すんだがそれはまあ省略できるできないのはもう一人の生贄にえでね裸の娘を悪魔の座として提供しなきゃならないその上に悪魔現れるんだなんだそんなのわけないじゃない私がなるわその生贄にえに子はいきなり立ち上がって両手を背中に回したと思うともうビキニの水着のブラジャーを外していた 私たちはみんな口当たりの良さに油断して得体の知れない酒に酔ってしまったのだろうもっともこれが美和だったら坂宮も止めたに違いない美和が貿易会社にアルバイトに来た時二人は知り合ってもう一年近くも付き合っている邦子の方は森本がその用語で言えば新宿で拾ってきた女だだから目の前に大ぶりな乳房が飛び出しても誰も驚かなかったのかもしれない 裸になってどうすればいいのよスキャンティーを脱ぎながら邦子が聞いた坂宮は手を振って気が早いな支度があるんだからちょっと待てよ手分けして用意を整えよう僕は祈祷書を取ってくる美和ちゃんは森本と一緒に地下室へ行ってくれないか赤部同士があるはずだから23本持ってきてくれ松浦さんは台所へ行ってろうそくを取ってきてくれませんか 長いのがあるはずです12本いるんですがねついでに食材がまだあったらお願いします私たちはそれぞれ食材に火を灯すとナイロンパンティー一つのクニコを残して広間を出ていった一番最初に戻ってきたのは私だった食材は4つしか見当たらなかったがろうそくは12本以上あったでも片手は火のとった食材で塞がっているだから一度に全部は運べない まず食台4つを抱えて広間に戻ってみると邦子はもうパンティーを脱いで暖炉の前に立っていた3分の1ばかり中身の残った酒瓶を直接口に当てて飲みながら炉棚の上の油絵を見つめている上を向いたちぶさから適度に脂肪のついた下腹張り切った太ももへかけてが滝木の炎に赤く染められていた「食台を隅のテーブルに置くと私は台所へ引き返した」 十二本のろうそくを胸に抱えてもう一度広間へ戻ってくると二階へ行った坂宮が降りてきていて邦子を床に寝かしていた両足を合わせて両手は左右に広げるんだちょうど十字架の形になるようにね松浦さん食材とろうそくをこっちへ持ってきてください私と坂宮が使っていた食材にもろうそくを差し替えて全部で六つ火をつけてから 私は順次クニコのそばへ運んだ小さな炎が増えるにつれてクニ子の陰った下腹はデルボーの絵みたいに栗色の輝きを増したそこへ美和と森本が戻ってきたので宿題は八つになった坂宮は赤部同士の線を抜きながら四つ足りないわけかじゃあ空き瓶を利用しよう美和ちゃん 君、確か草加せんべいのおいしいの持ってきたって言ってたなそいつを教室してくれないか森本は台所へ行ってバケツでもボールでもいいから持ってきてくれ私が空き瓶の口にろうそくを押し込んで火をつけると坂宮は邦子の周りに12の食材を並べた邦子は真っ赤に酔った顔に薄目を開けてクスクス笑っていたいけにえが笑っちゃいけないな 坂宮は目を怒らしたがその口元はやはり笑い出しそうだったそこへ森本がバケツをあっちこっちにぶつけて派手な音を立てながら手探りで台所から戻ってきた美和も大乱歩を右手に片焼きせんべいのセロファン袋を左手に抱えて酔った足取りで戻ってきた悪魔っておせんべいが好きなのやっぱり日本に現れる悪魔は日本趣味なのかしら食べさせるんじゃないよ ーーリーウェイハース代わりにするんだミサに使うやつさ「精兵衛」とか言うだろうだからせんべいで間に合わせようというわけだ坂宮は塩せんべいを2枚ずつ手のひらにのせて空手の瓦割りみたいに叩き割ると森本が持ってきたバケツの中に放り込んだ6枚砕いてバケツに入れると赤ぶどうしをつぎ込みながらまず神様を侮辱して悪魔を喜ばせるわけだからね 本当はこの中にネズミの死骸とか女の経血男の生涯なんかも混ぜるんだよ経血は無理だが生涯なら提供するぞ森本が大声を上げると久ニ子はチブさをそらして笑いながらもったいないわあたしのために取っといてよさあ用意はできたみんな裸になるんだぞ坂宮はランプを消すと ショートパンツを脱ぎ捨てて2階から持ってきた祈祷書を取り上げた得体の知れない酒を瓶からラッパ飲みにして祈祷書を広げると大声に読み上げ始めたいかにもお祈りの文句らしく妙な節をつけているがよく聞いてみると悪魔の霊さんの言葉ではない「Bring them before us to be thus is nothing but to be safe with us. フィアスインバンクオーオースティックディープこれはシェイクスピアのマクベスの一節だったそれでも12本のろうそくが炎を揺らめかして十字架なりに行儀した裸の女を照らしている中で坂宮の声を聞いているとなんだか妙な気分になってくる森本がショートパンツを脱ぐと美和までがシャツブラウスを脱いでパンツに手をかけた私はまだ残っている酒瓶を見つけてグイグイ煽ってから裸になった 森本、バケツの中身を生贄の体に塗ってくれ赤羽同士と塩せんべいじゃなく赤ん坊の血とホーリーウェーハースのつもり女の十字架を汚すつもりでやってくれよと坂宮は言ってまたマクベスを読み上げ始めた森本はクニ子の横にうずくまるとバケツの中身を両手ですくってろうそくの明かりが陰影をつけているちブさの上にぶちまけた細かく割れて 赤ぶどう酒でグズグズになった草加せんべいは血海のように胸の間にたまった森本がなおもバケツからすくって両手で女の腹に広げるとくすぐったいよ邦子は身をよじって腹にかかった声を上げた騒ぐと悪魔に嫌われるぞ森本はしわがれた声で言ってバケツに残った中身を邦子の腹にぶちまけた酔って濁っていた目が異様に光って 子の肌を撫で回す手にもも力がこもっているその手のひらの下でぶどう酒と塩せんべいがにちゃにちゃ鳴ったニ子は体をよじりながらマスターベーションにふけっている少女のように息をあえがせ始めた坂宮の声も嫌にかすれ出した美和は邦子の枕元に立って斜めに胸を折っていた左手と桃の淡いを塞いでいた右手がいつの間にか 水落ちの辺りでしっかりと握り合わされているみんなの体はろうそくの火と暖炉の炎を浴びて赤黒く光っていた酒の勢いの悪ふざけのつもりだったが小さな炎と大きな闇が私たちを狂気に近い状態に導いたらしい私もいつか坂宮のそばへ行って炉の炎が照らしているシェイクスピアの豪華本を覗き込むと声を上げて読み始めていた私と坂宮の重なり合った声は もう私の耳にもシェイクスピアの英語とは聞こえなかったあとの三人の荒い息遣いも悪魔の羽ばたきみたいに聞こえた森本の手が太ももに及ぶと邦子は片膝を立てて腰を浮かしながら「ねえいつ来るの悪魔はいつ来るのよ」と上ごとのように叫んだ貼り付けの形に伸ばしていたその片手はいつの間にか自分の乳房をつかんでいた もう一方の手は膝を立てて赤部同士を逆流させている太ももの陰で森本の手首を握りしめているそれを見守る美和の喉が大きく動いてしゃくり上げるような音が起こった幼さを残した父の舌で関節が白くなるほど組み合わされた両手は下へ下りていこうとするのを牽制し合っているみたいだったその時私は汗ばんだ背中に風を感じた ろうそくの火が大きく揺れて四五本が消えたまた大きく揺れて三四本が消えた次に揺らいだ時には残り全部が消えた途端に闇が重さと厚さを増して私たちを取り囲んだ悪魔はもう来ています女の声だった私たちは声の方を振り返ったろうそくの火がまぶしかった 黒いろうそくを立てた銀の食材を片手に戸口に立っていたのはネグリジェのような白いものをまとった青白い顔の女だったあの人ミワが言いかけて口をつぐんだけれども私にはミワの言おうとしたことがよく分かった戸口に立っていたのは絵の中の女だったのだそんないい加減な儀式はやめて私についておいでなさい女は冷静な声で言いながら 大きな目で私たちを見つめたあのあなたは坂宮が問いかけると女は口元だけでかすかに笑っておじさまの秘書です私行方不明になったわけではありませんのよ人目は避けておりましたけれどずっとここにいたのですさあいらっしゃいおじさまが呼び出した悪魔を見せてあげます女は静かに背を向けて戸口から歩み出た 私たちはひと塊になってその後についていった廊下へ出てみるとすぐ目の前にドアが開いていたそんなところにドアがあったかどうか私には思い出せなかった足元に気をつけて階段を降りるのです女は食台の火を私たちに向けながら慣れた足取りで階段を降り始めた階段は石のような感じでじっとり湿っているのが裸足の足の裏に不気味だった 青黄色い壁もぬらぬらと湿っている汗ばんだ裸の体をひんやりした空気が包んだ階段は長く折れ曲がってどこまでも下っていた私は同じところをぐるぐる回っているような錯覚に陥ったようやく女が立ち止まって鉄の扉を開けた」。 中は周囲も床も天井も石造りの部屋だった広さはわからないあまり息苦しくないのでかなり広そうな気もするが食台の火は弱く部屋の奥の方は真っ暗だったから見当がつかなかった戸板のようなものが2枚それぞれ左右を支柱に支えられて立っている間に女は銀の食台を置いたここで人間の肉を食べたのかしら ミワが震える声をくめて坂宮にささやいたその声は壁に反響して異様に大きく聞こえた「そうですよ」答えたのは白衣の女だった「嘘だそんなはずはないおじはフィリピンなんかにいなかった人間の肉が好きになったってのは僕のデタラメなんだみんなを驚かそうとしただけで坂宮が言った女はまた 口元だけで微笑してそうですよ人間を食べたのはおじさまではありませんあなた方その板に娘さんたちを縛りつけなさい言葉つきが途中で変わって逆らいがたいものがあった坂宮と森本はまず三輪を板の前に立たせると上下左右についている革ひもで手首足首を縛り上げた続いて 国子をもう一枚の板に押さえつけた女たちは震えていたが口を聞くことも体を動かして逆らうこともできないようだった実は私もそうだったのだ坂宮と森本を止めようとしたのだが舌は縮んで足は根が生えたみたいだった女は板の後ろに回って上刃に手をかけると手前に引いた支柱の上刃を中心に板は斜めになって ミワとクニコの体も斜めに浮いた女は相変わらず冷静な声で「悪魔が人間を食べたのです」「人間の女だけを」「私も食べられるところでした」「おじさまの手助けをする約束で助けてもらったのです」「お年寄りのおじさまでは悪魔が欲しがる時に女の人を連れてくるのはなかなか大変なことでした」 だから、ミワとニ子の羅針は足元の黒いろうそくの火に照らされて異様な影を作っていたそれはまるで腐りかかった奇妙な果実のように見えたどうしておじさまが悪魔を呼び出したのかあれがどこから来たのか私には分かりません本当に悪魔なのかそうでないのかも分かりませんし私にはどうでもいいことです ただあれはずっとこの家にいて時々女を食べたがるのですそして私は逃げようにも逃げ出せないそれだけわかっていれば十分でしょう女の顔に一瞬泣き笑いに似た表情が走ったおじさまが呼び出したわけではなくてあれの方からここへ住み着いたのかそれとも最初からここにいたのかもしれません おじさまも逃げ出せなかったのです。私が助手になったのでどうやら死ぬことだけはできたのでしょうね今度はあなた方が逃げ出せなくなる番ですわおかげで私も楽ができるでしょう女は私と坂宮と森本の顔を順繰りに見つめたその時遠くで物音が聞こえたあの足音だった 重いものが階段を張ってくるような音だった悪魔は悪魔はどんな格好をしてるんだやっぱりヤギかそれとも犬かやっとの思いで私は聞いた女はちょっとためらってから悪魔かどうか知りませんけれどあれはカタツムリです私たち5人の口から一斉に声のない悲鳴が上がった ううような物音は重苦しく響きながら近づいてきた音はどんどん大きくなるビシャッと床に張り付く音ズルズルっと体を引きずる音あれがカタツムリだというのならその大きさはたぶんその大きさは考えることさえ気が狂いそうで私にはできなかった女は緊張しきった顔つきで部屋の奥の闇を見つめている 胸元で握り合わせた両手がかすかに震えていた刃うような音はますます大きくなって壁が割れるかと思うくらいだったけれどもまだ姿は見えない姿を見たら私たちはどうなるのだろう失神するぐらいならまだしもひょっとすると本当に発狂するかもしれない私は必死に気力を集めて手足を動かそうとした やっとのことで手が動いた足が動いた重い足を引きずって私は女に全身を投げかけた私の口から大声が漏れた女は二枚の板の間に前のめりに倒れたその体の下になって黒いろうそくの火が消えた闇を押して近づいてくる大きな音に私は負けまいと声を振り絞った早く美和さんを助けろ佐神や 森本、しっかりするんだ邦子の体を手探りして革紐を見つけると私は夢中でそれをほどいた隣で坂宮と森本が美和の戒めを解いている気配がした私は邦子の手を引っ張って鉄の扉に走り寄ったそれを手探りで開けると懸命に階段を駆け上った這うような物音は一旦遠ざかったがまた大きくなった きっと階段の方が反響が大きいせいだろう。まだ大丈夫だ。諦めてはいけない。と自分に言い聞かせながら、私は階段を上り続けた。やっと廊下に出たところで、私は広間へ上がる低い段につまずいて倒れそうになった。けれど、なんとか踏み応えて。みんな、表へ出よう。ジープで逃げるんだ。私は叫んだ。でも、裸じゃ。背後で。 の声が震えた管理人の家へ行けば何とかなるグズグズしてる暇はないんだ私はクニ子を引きずるようにして暖炉の前を駆け抜けると玄関の戸に体当たりしただが戸外へ飛び出してみるとジープはどこにも見当たらない空には黒い雲が渦を巻いてもう夜明けが近いのか裾の方に青ざめた光があったその弱い光をかすかに浴びて 家の前には草原が広がっているばかりだジープがないわジープがない狂ったようにクニコが叫んだしっかりしろ走ればいいんだ私たちは草原に飛び込んで走り出した草原といっても草は腰の辺までしかないかなり早く走ることができたはずだが私たちの体力は衰えていたそれに裸のままに草の葉が痛い 背後の音はまだ聞こえていたますます大きくなってくる地面が揺らぐかとばかりその音は響いた木材のきしり合うような音も混じり始めた私は前のめりに走りながらちらっと後ろを振り返った途端に全身が冷たくなって地面に膝をついたクニ子が私につまずいて前にのめった私の背中を越えて一回転しながら起き上がろうとした邦子 凄まじい悲鳴をあげたクニコも後ろを見たのだった私たちは絵の中の女が何を恐れて足をすくませていたか本当のことを知ったのだった家が家全体がきしみながらゆらりゆらり私たちを追ってきているその下にあるものの姿は草に隠れて見えなかったが重苦しい這うような音はますます大きいそれと 腐った水のような臭いが辺りに立ち込めていたあれもあの家もカタツムリの一部なんだわクニコが上ごとのように言って気を失いかけた私はその体を抱きかかえるとよろめきながら走り出した頭の中は這いよってくる物音でいっぱいでもう何も考えられないただただ機械のように両の足を動かし続けた腐った水のような臭いは まますます濃い国子の羅針が嫌に重くなった坂宮たちがついてきているかどうかももうわからないだんだんと足元が明るくなってくることだけを頼りに私は走り続けた這うような物音が少し遠ざかった恐る恐る私は振り返った坂宮と森本に両方から抱きかかえられて美和がよろめきながら走ってくるのが目に入ったその途端足元の地面がなくなった 邦子はひとかたまりになって無の中に落下していった気がつくと辺りは明るくなっていたかすかな風が肌を冷たくなでている目を開けると燃え残りの焚き木が灰になる前のかすかな明るさを保っているのがもんやりと見えた暖炉の前の半円形の暖に私はうつ伏せに寝転んでいるのだった 痛む肩をこらえながら両の手をついて上半身を起こすとそばに邦子が裸の体を窮屈に丸めて眠っていた坂宮と森本も空の酒瓶を枕にして暖炉に足を伸ばしている美和は坂宮の胸を枕に横向きになって傷ついた人魚のように眠っていた私は立ち上がって広間を見回した火の消えたろうそくが12本 床に楕円形をいいて並んでいる私はズボンを探してふらふらしながらそれを履いた頭がひどく傷んで立っているのがつらかった声をかけてみんなを起こそうとしたけれども舌がもつれるばかりだった不意に美和が顔を起こして辺りをキョロキョロ見回してから妙な声を上げた暖炉の脇に落ちているシャツブラウスに手を伸ばすとそれを胸と下腹にあてがって 体を縮めたまま廊下へ飛び出していった「おいみんな起きないと風邪をひくぞ」やっと私は声を出した邦子が起き上がってあくびを仕掛けたと思うと慌てて両手で頭を抱えた坂宮と森本も起き上がって不安げに辺りを見回した「ゆうべはひどいことになったらしいなこの様子じゃ」 無理に自分を元気づけるように坂宮が言った邦子がぼんやり立ち上がりながら「私とっても怖い夢を見たわ」「早いとこ支度をして帰ろうじゃないか予定は変更した方がよさそうだ」私は言った坂宮と森本はショートパンツを履きながらなんとなくうなずいた美和がスラックス姿で戻ってきて無言で酒瓶を片付け始めた 子はその一本にまだ酒が残っているのを見るとすっぱだかのまんまはっていって片手で取り上げたものの「チェッ迎え酒をする気力もないや」照れくさそうにつぶやいて美和に瓶を渡すとやっとパンティーだけ履いてから食べ汚したまま散らかしてある皿を拾い集めにかかった酒瓶も食材も食器も隅のテーブルにかき集めて私たちは帰ることにした。 支度ができるとみんな無言でジープに乗り込んだ坂宮がエンジンをかけて車体が振動し始めると私たちは顔をしかめて頭に響く音に耐えたジープがのそのぞ動き出すと森本が和洋折衷の二階屋を振り返って独り言みたいに言った「ありゃ夢だなああ夢だ独り言みたいに坂宮が答えた」 けれど、私たちはみんな知っていたようだ。あの絵の女に誘われて、あの絵の家に連れ込まれたことを。